じゃあどの質問にしようかな。まずはそうだな、自分が男だったら恋人にしたいのは。お自分が男だったらだよ。男だったらでしょ、うん、え男、あ自分が男だったら、そう、あ2人を男にするんじゃなくて、違う違う違う、私が男なの？自分が男だったら付き合いたいのは。わかるのよ。もうわかるのよ。もうね、じゃじゃじゃやめてよ。ねえ、なんか考える暇なかった本当に。いや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 。え？もうすぐですよ。はい。これどっちで行く？できました。できました。どっちで行くも。じゃあもうこうしよう。はい、いきますよ、はい、せーの、じゃーん。でしょうね、でしょうね、でしょうね。ニッチ誰？ニッチって何？書いてあるけど台本にはそうか、台本に123って書いてあるからね、はい、でしょうね、でしょうね、でしょうね、だからえこれね、私分かりきってたよ。そうだよ、これはもう読めてたよ、でしょ、もうかわいそうだから自分で書いてやったさ、うん、かわいそうだから、ね、でも理由はある、理由はあるよ、理由はあるよ。相葉さんは、うん、相葉さんが男だったら付き合いたいけど、うん、女だったら、俺だったら付き合いたくない、うん、やだよ、だってさ何年にわたって段ボール片付けたのっていう話でしょ。ゴミがちょっとそうなのよ、そうなのよ、ね、で富田さんやっぱご飯上手だし、どうよ、胃袋掴む系女子、そう、ね、そうですよ。でも私もおみもご飯作るし、うんうん、優しいし、おおらかで、うん、いつもニコニコしてるからやっぱり選ぶよね。あれあれあれ主役なんだけどな。おかしいね。主役なんだけどな。まあまあでも間違いない。違う質問する。うん。だって私が男でも相場アイナ選ばないもん。うん。うん、私が男でも相場アイナ選ばない。選ばない。選ばない。でも相場アイナがうちらが3人男だったら相場アイナ選ぶよ。え、その確率まあまあ高いのよ。うん。そうね。うん、なんで私男じゃないの？結構趣味とかも男っぽいし、ね。そうだね。さっぱりしてるしね。そうそう。私男じゃなかった。ドライブとか連れてってくれそうだもん。あ、そうそうそう、なんかいいとこにね連れてってくれたり、うんうんうん、結構楽しませてくれそうだから、楽しませてくれそうだし、うん、飽きないとは思う。だって毎日ハプニングだもん、うん、そうだよね、うん、もう目が離せない、なんか心配で、うん、ハプニングサプライズわーみたいな、いいのかな。いいじゃん。じゃあ次行きますか。じゃあ次何がいい、どれ、チキド選んでいいよ。え、じゃあ相葉アイナの第一印象は。あ、うん、主役ですからね。そうね、これじゃあ私何も書かなくていいのかな。なんか私はじゃあ書かない、コメントで毎日ハプニング。じゃあ自分がどう思われてるか書いてみたら。ああ、え、でも予想、第一印象でしょ。第一印象は多分もうこれだよ、絶対これだと思う。はい、はい、かけました。できました。じゃあ私から言っていいよ。いいよ。私は、え、アイブアイナの第一印象。そう、まあ、予想ね。予想？なんか強そうみたいな感じかな。やっぱりプロレスラーの後でしたからね。確かに。はい、じゃあせーの、じゃん。確かに。いや、その通りだよね。あ、最初だって聞いてたってことだもんね。最初なんか響かブシロードの新年会で結構人がいる、ざわざわいるところで紹介されて、でこの人今度新しく入る所属の子なんだけど、うん、女子プロをやってるんだよ、やってたんだよみたいに言われて、え、女子プロ、え、響き、え、なんでみたいな、ハテナがいっぱい、どういうことみたいな、え、声優になるんですかみたいな。そうそうだよね。そう、でイメージ的には意外と女子プロレスラーのイメージとはまたちょっと違くて、あ、普通のお姉さんなんだなみたいな感じだった、結構なんか礼儀正しい感じだった。あ、猫かぶってた、うん、猫かぶってた猫かぶってたのな、猫かぶってたきっとな、最初はな、うん、最初こうやっていかなかったでしょ。ちゃんとどうもこんにちは、相葉エナです。ちゃんとしてるから第一印象と、うん、先輩の大丈夫そうだと。私はもう目力だね。目力か、最初から目力だった。なんか
目からなんかビーム出されてるのかな。いやいやいや、ずっと攻撃してる。なんかあのさ、よろしくお願いしますの時にさ、目が下がる人とさ、うん、アイアイの場合ってよろしくお願いしますみたいな。ああ、そうだね、アイアイね。アイアイってそうだよね、うん、だからすごい目力どこで気がする。確かに今言われて、うん、自分で似てるって思った。似てるって思った、うん、お願いしますお願いします、ありがとうございます、本当だ、お願いします。本当だ。え、そうじゃん。そうだよ、アイアイ。マジそれ本当だ。ちょ、ね、確かに。ラスト一問じゃあ、アイアイ選ぶ。なんか私あの、本当に今聞きたいこと、今聞きたいこと、うん、今聞きたいこと、今どうでもいいかもしれない、みんなには。でも私にとっては重要なことなの、うん、え、大丈夫。リンゴとか梨とか、うん、皮を剥くとき、うん、どうやって剥く。はぁ何、まあ、剥き手順ってこと。包丁で剥くでもいい。そう、剥き手順。そうですね、包丁で剥くとかってどういうこと。どういうこと。なんかその時点で分からないもん。なんか、まあ、どうやって剥くかを、まあ、文字でもいいですし絵でもいいですし、なんか、でもやった方が早くない、これ。そうだよ。あ、じゃあせーのでジェスチャーしますか。はい、そうだよね。せーのでね、いきます。せーの。あ、こうかな。あ、やっぱりやっぱり。え、やば、真ん中の人ピーラーだもん。これ絶対ピーラーだよ。これピーラー、これピーラーだよ。やっぱりやばー。いや、で実は、はいはい、その佐々木みこいさんからね、うん、最近梨とリンゴをちょっといただいたんですよ。はいはいはい、はい、で、まあ、あ、いただいたし食べようって、うんうんうん、今が旬だからと、うん、いざこうやろうと思ったら、うん、やっぱりあの包丁でお切りになると、うん、そうでしょ、あの皮の部分が厚いから身がもったいないなと思って、うんうん、あ、こりゃピーラーだと、うん、はあ、いい、ひらめいたぞ、ひらめいたぞ、大変な、ひらめいた。そうだけど、うん、悲しい自分がいたの、うん、リンゴと梨をピーラーで剥いてる、ピーラーで剥いてる自分が悲しかった。すごい悲しくて。いや、そうだね、なんか、うん、ほら不器用でもやらないとさ、うん、うまくならないから。そうだよ、練習あるのみだよ。ピーラーに逃げちゃいけないと思う。私だって苦手だったよ。え、だけどあの皮こうやって剥くと長くて大変だから、もう切ってから、ね、そう一緒、切ってから最後に皮剥けば簡単じゃんらしいです。やっぱりあれだわ、選ばないわ、アイバイナは。やっぱりな、恋人にしたい。やっぱりだから選ば、もったいないって気持ちは大事ですよ。でも、いや、そう、そこはね、身はね、そこに気づいたのは大事ですよ。そう、美味しい部分を取りたくないっていう。もう練習しましょう。練習します。はい、もちょっと若干あの来てます、はい、クレームが。なんでここで聞くのって、うん、確かにそうだよね。しかも自分の誕生日の時にさ、リンゴと梨の切り方はあって、うん、初めてだと思う。この人33歳ですよ。そうだよ、3歳ならともかく33歳なんですよ。やめてーやめてー。あ、でも自分が苦手なら道具使ってもいいんですよ。優しい甘やかさないで。33歳だから。甘やかしちゃダメです。いやいや、そうよ、ちゃんとこれでね、切って切ってから剥いたら。そうだよ、簡単だよ。練習してください。いけるいける。33歳、それで皮を剥こうと思います。うん、はい。締めましょう。ドヤ顔して言うことじゃないよ。そうだよ、ね、どうしてよかったのかね、これで。本当に質問は、ね、さあ、というわけで